あのね、ちょっとあの小野さん、あの今日僕ね、あのピンク色の食べられるピンク色のパンダを探してるんですけど、知ってます？あるわよ、ちょっと待って、ちょっと待てですよ。お、何？マジで、マジっすか？あるの？もうまさか任務クリア？手前持ってきた。え、ピンクのパンダ？何ピンク、ピンクじゃないよ、ラマンスーツ買うんちゃう？ちょっと待って、本当に？これ違う？ちょっとこれこれは何？私、つぶらいちゃう。先生大爆笑してるじゃないですか。つぶらいちゃう、入った。で、待って、これ答え。これじゃない、これじゃない、スタッフも笑ってるよ。これ何ってこれ、何これ、紅工事の練り物よ。先生ちょっと今説明するから、先生。これ小学生のさ、工作じゃありません。これはさ、ピンクのパンダ。ちょっと先生、ラバン叩いてもいいですか？出てきたよ、出てきたよ。ラバン、ボホイス。やっぱりね、これピンクのパンダがちょっとね。先生大爆笑の。とてもユーモアのある陽さん、流派さんが大爆笑のこちらのピンク色のパンダは一度置いておいて、陽さんもう一度真面目に考えてください。26年ここにいるけど、これしか知らないのよ。いや、ちょっと俺が本当真面目なやつ、ちょっと真剣に考えて思い出していただけませんか？あ、ちょっと待って、あるの？あ、なんかある、あれっぽいですね。なんかありそう、うん、期待できるかしら。ちょっとこれ、これだからね、1回目がね、作る方ですからね。でもまあ期待して。そうです。あ、なんか来た、ピンク。あ、ピンク、かまぼこよ。ちょうど鍋を食べようと思っていたのよ。その材料よ。かわいい、かわいらしいですね。花桜っすかね、うん、近くにかまぼこ工場があるから、そこにパンダのものもあるかもしれないわ。もしかしたらあるかもしれない。そうですね、ちょっとそこじゃあ行ってみます。部長、行ってみましょう。行くんすか？何嫌な顔してる。行くんすね。任務、任務、あなたの任務。行きますよ。2人はピンク色のパンダに関してどう考えているのでしょうか？これ桜のかまぼこじゃないですか。かわいいよね。かわいいんですけど、うん、で桜イコール日本でしょ、うん、でかまぼこイコール日本じゃないですか、うん、でそうなったらこれ作ってる会社行っても多分日本のものしかないんですよ。なるほど。でね、パンダって言ったらやっぱ日本人からすると、まあ、中国のものっていうイメージがあるじゃないですか、まあ、あるある。そうなったら、うん、日本の会社にこれ行っても、うん、桜パンダのかまぼこないと思うんですよ。絶対ないと思うんですよ。ピンクのパンダ。そうです。でもさ、確かにパンダっていうのは中国ってイメージあるけど、うん、私が子どもの頃パンダが中国から日本に送られてパンダブームがなったから、うん、日本でもパンダのものいっぱいあったから、別にそんな中国って感じではないと思うよ。あ、なるほどね、うん、とにかくさ、行ってみようよ。行くんすか？だってピンクのパンダ、あなたの任務でしょ。まあそうですけど、あなたの任務なんだから。じゃあ他に何かアイディアある？え、ない。なんかあるんだったらそっち行ってもいいわよ。じゃあ行きますよ。わかりましたよ。しょうがないじゃん、だってないんだからさ。そうですね、とにかくちっちゃい糸でもいいから探してこうって行かなきゃ。そうですね、うん、分かりました。頑張って行こう。わかりました、行きますね。ということで、かまぼこ工場を目指す2人、果たして見つけ出せるのか。こんにちは。失礼します。あれ、なんか、まあ、すいません、ここで合ってるんですかね。わかんない、ここ工場だよね。工場ですよね。いや、すいません。すいません。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません、失礼します。あの、ちょっと今探し物してまして、ここってかまぼこの工場で合ってますか？かまぼこ、ありますよ。ここですか？おお、よかったよかったよかった。あのね、今日僕たち、あの、食べれるピンク色のパンダを探してるんですけど。ピンク色のパンダね。そうあるわよ。あるの？でも今日の分は全部売れちゃったわ。今ここにはないわよ。せっかく見つけたのに。どうしよう。急いでるよ。そうそうしたら一緒に作ってくれたらあげるわ。あ、本当に？いいんですか？私たちがかまぼこ作るの？そう、でもやるしかないんですよ。シアバンできないんですよ、シアバン。そっか、うん、今日の仕事だもんね。仕事ですか？いや、秘書だもん、頑張んなきゃね。お願いしますよ。かまぼこ作り、はい、ぜひ教えてください、はい、いいの？でもその格好はダメね。ダメ。あ、ダメ？これを着てもらうわ。あー、こうやってね、まあ、衛生上の問題ありますから ね、 食品工場だからね。そうしたらこれに着替え
てちょうだい、はい、お二人さん食品工場だから衛生面には気をつけてくださいね。帽子をかぶって白衣を着て、さあそれでは早速中に案内してもらいましょう。 OK、 じゃあちょっとね行きましょうかね、はい、行きましょう。ちょっと待って、靴、靴、皆さんほら専用の靴、靴があるのね。皆さん専用の靴履いてらっしゃるから、あ、靴ですね、使えないと。そうですね。おっと部長、失礼失礼、まだ長靴に履き替えていなかったですよね。長靴に履き替えたらこれで準備 OK。 いよいよ工場の中へ案内してもらいます。まずはエアーシャワーで体中のホコリなどを飛ばします。続いて手洗いをしっかりと行い、漂白剤の入った水で長靴もしっかりと洗います。え、先生なんで針線持ってるの？まずは高速かき混ぜ機を見せればね。練り物の原料は全てまずはこれで混ぜているのよ。タラと糸よりでできてるの。あー、タラと糸より。実際に見せてあげるわね。うわ、すごいすごい、ぐるぐるぐる回ってる。ここから出てくるのよ。びっくりした。すごいすごい。でもね、これそのタラと糸より使ってるって言ってたじゃないですか。なんでその魚なんですか？2匹とも特徴が全然違うのよ。タラは綺麗な白色をしていて少しもちもちしてるの。糸よりはインド洋の魚なの。糸よりはその香りがとてもいいから、2つを合わせるととても良いハーモニーを醸し出すの。なるほどね、匂いいい香りがいい。触ってごらん。じゃあ触らせてもらおうか。いいわよ。すごいもちもちしてる。すごいすごい。豆腐みたいでしょ。そうですね、豆腐よりももっと柔らかい感じですかね。高速かき混ぜ機でペースト状にした後は型取りの作業をしていきます。先生いきますよ。先生ほら行きますよ。びっくり台湾って書いたんだけど。なんでびっくり台湾で、どこ、え、ほらビーツクリびっくり。あ、いやー、はい、行きましょう。先生行きましょう。行きますよ、はい、先生遊んでないでしっかりと見学してください。これを着て。すいません高木部長、はい、こちらゴミ袋でございます。ゴミ袋、はい、差し上げます。はい、ゴミに入って。お、ゴミに入って。すごいこと言ってますよ。どういうこと？だからゴミ袋に入って。お、あそこ入ればいいんですか？そうゴミだから。ちょっと待ってください先生。僕がゴミだとしたら、はい、フミどうなんですか？フミ大ゴミ、大ゴミ、社会ゴミ、社会ゴミ。なるほど、ゴミ電話しなきゃいけない。行政に頼まれて持ってきたんですね。分かりました。これ何なの？これ何なんですか？ここでの作業は洋服に汚れがつきやすいの。特に水が飛んでくるのよ。汚れを防ぐために着るのよ。ゴミ袋じゃないですよ。あら、ゴミ袋じゃないの。失礼しました。冗談はその辺にして、汚れ防止のビニールを着たら、続いてはいよいよ型取り作業です。これを使うのよ。これをこれを使って作業するのよ。これもしかしてこのエアロディエ、エアロディエ、知ってる？針線じゃないの？先生、エアロディエ、エアロディエ、エアロディエ、先生します？エアロディエ。遊んでないで、ほら運んで。失礼しました。達人がおっしゃるには、続いてペースト状にして蒸した材料に色付けをしていくそうです。色付けした後は型取りを機械が行い、それを拾う作業です。するとここで達人から任務が。一体何？行きます。はい、頑張って部長。はい、頑張って。結構っすよ。ちょっとせかさないで。来た。はい、ちょっと先生も。あ、じゃあ私も。じゃあ、はい、先生。OK じゃないですか。いきなり失敗する先生。お二人さん、ふざけないで、ここは真剣にやってよ。OK。もうちょ、先生。あ、じゃあ、先生。はいはい。ちょっと待って、いや難しい。
これ大丈夫？ダメだってちょっともうじゃあお願いします。お願いします見た目よりも難しくてびっくり。ただただキャッチすればいいだけじゃなくて取り方にもコツがあるんですね。キャッチした後に冷蔵庫で熟成させます。熟成させた後にこの長い長いロブスタースティックを見慣れた長さに切っていきます。わ、なにこれ、すごい、こんなに飛び出してくる。なになになんか可愛い。さっきはまだペースト状で柔らかかったけど熟成することで硬くなるの。それを次は切っていく作業なの。これさっきあんなに柔らかかったけど硬くなってますね。もう食べれる。ねずこやりたいですか次は。ねずこやりたかったよ。ねずこゴリッコ、ゴリッコだよ。あら先生、ねずこちゃんスタイルなかなかお似合いじゃないですか。続いて2人も切るのに挑戦。はいはいはい、これを気をつけてね。大丈夫大丈夫。いやいや部長、機械が切ってくれるのにこんなことあります？リュウハさん、代わりにお願いします。3本ずつね。あ、結構重いんだね。ああ、うまいうまい。あ、でも今1個失敗した。先生、まさか先生まで失敗するなんて。見た目より意外と難しい作業なんですね。ねずこやめろ、えやめろ。やめろ。ねずこじゃないですよ先生。これ以上食材無駄にしたくないので残りはプロの方々に任せましょう。それにしても難しいんだな。すいません、すいませんでした。ごめんなさい、本当に不吉祥で。ただね、うん、違う、俺たちほらピンク色のパンダ探してるんです。 なんでこんな今日これ作りに来たんじゃないよね。そうですよ、ピンク色のパンダちゃん。ごめんなさい、毎日この作業をしているから癖でこの作業をやっちゃったのよ。これから見せてあげるわ。あ、本当ですか。ハロー、オス台湾ホスジンブーザンガオズ。节目看完还喜欢吗？喜欢的朋友请记得按订阅哦。还有，请开启小铃铛，才不会错过我们台湾好资讯的最新的通知哦。也欢迎在底下留言，告诉我你们刚看完节目的感想哦。还有，如果你还没有 follow 我们比克利台湾的朋友们，也扫描一下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦。那下次见。